はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日はごぼうのダイエット効果についてですね。これから秋から冬にかけてごぼうが旬の季節になるんですけども、このごぼうって普段食べようと思わないとなかなか食べないと思うんですけど、まあ、実は非常にですねダイエット効果、健康効果のある野菜なんですね。まあ、単純にごぼうを食べたら痩せるってわけじゃないんですけども、ごぼうに含まれる栄養素というのは、まあ、ダイエットにも健康維持にも特に腸活に非常に役立つものが多いので、ちょっと今日ごぼう買ってこようかなって思うような解説をしていきたいと思います。はい、まずごぼうの栄養素なんですけども、一番大事なのがイヌリンというもので、これは発酵性食物繊維といってですね、発酵性ということで腸内細菌が発酵しやすい、つまり腸内細菌の餌になってくれやすい食物繊維の一つなんですけども、まあ、一般的に手に入る野菜の中ではごぼうがトップクラスに含有量が多いんですね。このイヌリンというのは腸内で分解されるとフラクトオリゴ糖というものになりまして、これが酪酸菌とか乳酸菌とかビフィズス菌みたいな善玉菌の餌になってくれるんですね。だから善玉菌を増やす効果が非常に高いんですけども、まあ、もちろんごぼうっていうのは食物繊維の塊ですから、イヌリンだけじゃなくて水に溶けないような不溶性食物繊維というのもたくさん含まれているんですね。食物繊維って水溶性食物繊維と不溶性食物繊維って大きく分けてこの2つがあるんですけども、この不溶性食物繊維の方は水に溶けないので、腸の中でですね、便のかさを増す効果があるんですね。まあ、便というのもある程度たまらないと腸が反応して出てこなくなっちゃうので、ある程度量を増やすことも大事なんですけども、まあ、その便の量を増やしてくれるのが不溶性食物繊維で、これによって腸の動きを促進してくれるわけですね。あとは、この食物繊維が余計な糖質とかコレステロールとかを絡め取って排出してくれる働きもあるので、体の余計なものを出すっていう意味でも非常に役立つものなんですよね。でちなみにこのごぼうの選び方なんですけども、結構細くてひげ根が少ないやつほど香りが強いので、まあ、香りが強いのが好きな方はごぼうのちょっと土っぽい香りですね、そういうのが好きな方はちょっと細くて根が少ないやつを選んだ方がいいんですけども、まあ、香りが苦手な方はちょっと太めに成長してるやつを選んだ方がいいと思いますね。まあ、そして腸内環境がいいとどうなるかっていうと、まあ、もちろん便秘を解消するだけで 2,3 キロすぐに落ちるってこともあるんですが、食欲を制御するためにも非常に重要なんですよね。これがダイエットにおいて結構キーになるポイントで、このフラクトオリゴ糖っていうのが腸に達すると、まあ、善玉菌を増やす効果があるんですけども、この善玉菌によって、まあ、食欲とか代謝に関わるホルモンの分泌を促すという面があるんですね。そして、高カロリー食品を欲しくさせる脳の報酬系の活性を低下させると言われているんですけども、高カロリーの食品ばっかり食べていると、カロリーを取るっていうのは体にとっては、必要なことですから、人間が生き残るためにはカロリーを取らなきゃいけないので、高カロリーの食品を取るほどに、脳内報酬系というのが活性化されて、脳内麻薬みたいなのが出てきてですね、気持ちよくなるわけですね。だから甘いものとかたくさん食べると気分が良くなるんですけども、それを繰り返していると依存性が出てきちゃって甘いものを欲しくてたまらなくなっちゃうわけですね。これによって空腹感とか食欲が我慢できなくなっちゃうんですけども、そういったものを改善するためには腸内環境を改善していって、善玉菌を増やしていく、そして脳と腸のつながりによってこの甘いものとか高カロリー食品に対する依存性を解消していくという効果がありますので、ダイエットするときに、食欲をまずコントロールしなきゃいけないとなったら、一番最初にやるべきことって、この腸活なんですね。その腸活に役立つのが、
ごぼうみたいな食物繊維の多い野菜だっていうことなんですね。まあそしてこの次にごぼうのアクア抗酸化物質っていうことなんですけども、まあ、ごぼうって結構水につけてアク抜きをするっていうのがよく知られているんですけども、あのアクっていうのは、まあ、タンニンとかクロロゲン酸という成分なんですけども、これって体にとって実は非常に有効な栄養素でもあるんですね。まあ、タンニンっていうのはお茶にも含まれていますけども、まあ、抗菌作用とか抗炎症作用がありますし、まあ、クロロゲン酸っていうのは抗酸化作用があるものですので、まあ、非常に体にいいものなんですね。だから、まあ、料理屋さんなんかではどうしてもアク抜きをしないと雑味が出てきちゃって、まあ、商品としての料理に影響が出てきちゃいますから、まあ、そういうこと言うんですけども、一般的な家庭料理の場合であればアク抜きなんか全然必要ないですし、なんなら皮も剥かなくていいんですね。やっぱり野菜の栄養って皮に多いので、皮剥きもしないでそのままそぎ切りにして料理しちゃって全然平気なので、アク抜きとか皮を剥くとかっていうのはなるべくしないで、もうそのまま料理しちゃった方がいいと思いますね。で、最後にごぼうのダイエット向きな食べ方なんですけども、やっぱりアク抜いたり皮を剥いたりしないと、ちょっと歯当たりが悪、舌触りが悪くなるというか硬いので結構食べづらいんですけど、まあ、そういう時にもですね、もうスープにして煮込んじゃえば、結構柔らかく煮込んでしまえば食べやすいんですね。まあ、だからごぼうたっぷり入れた豚汁なんかは本当に最高な料理だと思っているんですけども、まあ、ごぼうを入れて、人参入れて、大根入れて、里芋入れて、でお肉も入れて、こんにゃくとか入れてってやれば、もうそれだけで完全な栄養食になりますし、非常にダイエットに向いたものだと思うんですね、豚汁っていうのは。あと豚汁だけで飽きてきたらコンソメスープにしたりとか、ちょっとカレー味のスープにしたりしてもいいと思いますし、まあ、とにかくこの具沢山スープっていうのは、まあ、ごぼうだけじゃなくていろんな野菜を皮付きのままでも柔らかく煮込んで食べやすくできるので、まあ、こういった食材を、まあ、冬になれば体も温まりますので食べていただければ、まあ、非常にダイエット向きになるんじゃないかなと思います。まあ、ごぼうってなかなか買おうと思わないと買う機会もないと思うんですけども、まあ、ぜひ具沢山スープにして、まあ、この冬ダイエットに取り入れていただければなと思います。今日の動画が役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。